さあ、本日はワールズ2020グループステージの模様をお送りしております。この後、本日の最終試合 LGT ゲーミング VS フナティックの試合の模様をお届けいたします。さあ、こちらもグループ C の試合というところで、皆さん予想分かれるところなんじゃないかなと思いますね。ここ結構グループ C の中では難しいマッチアップで、LGT がやはりプレインでかなり難しいところから立ち上がってきて、で BO5 で自分たちの形を見つけつつ立て直したのかなというようなチームだったんですが、やはり気になるのは LPL 地域と考えるとゲームテンポがやはり遅い点、ここはフナティックと、ある意味で噛み合ってしまうので、中盤の動きはフナティック非常にうまいですからね。昨日はかなりフナティック慎重でしたね。あのらしくないなとレボルさんも言っていましたが、なんかあとインタビューでレックレスが聞いてた感じだと、あのウィーク1でやはりフナティックワールドいつも負けるというところを自分たちがかなり気にして、慎重に勝てるようにやったというように言っていましたので、その成果なのかなとも思いますが、それを経て今日どうなっているのか。そして昨日はかなり好き、自分たちの好んだドラフト取れましたから。いや、そうなんですよね。そこ早速バンしますよね。イブリン、ルシアン、シェン、ツイセット、フェイト、レネクトン、そしてランシンのオーンどうしますか。もしくはマークのレオナもちょっと警戒ですが、セカンドバンフェーズに回した上でこれオーンバンしてもいいと思いますけどね。そうですね、オーンバンでいいと思いますが、ちょっと悩んでますか。あ、レオナ優先しますか。おー、マークのレオナをターゲットバンです。ファーストバンフェーズでというのが面白いですね。面白いですね。それだけマーク選手のレオナ脅威ですからね。であれば空いたオンは取っていくと、ビーポーにオンの相手を任せて勝てる自信があるんでしょう。あとは今のメタだとやはりニダリーがまず空いていて、ビーポーは必ず回線見せますから、何を取るかですね。セルフメイドがフナティックの中心のキャリーであるというのがデータでも、そして、先日の試合でも大きく現れていましたが、なるほど、ニダリーより優先して先手先手を取っていけると。こうなると特にミッドのところでは練習条件が必要になってきますよね。さあ、何を取るか。シンドラ抑えるんですね。なるほど、CA のシンドラ非常に素晴らしいパフォーマンスでしたからね。ただここまでのやはりゲームを見ているとシンドラを先出ししてからカウンターでエコーであったりサイラス当てられた場合、大体レーンの主導権を失ってますからね。なるほど、それでもキンドレッですか、この形。そして CA 選手はきっちりミッドで勝負マッチアップ取ってきましたね。少しこうプレインから見ていてピーナッツのパフォーマンス気になるところ多いですが、キンドレッドかグレイブスかというところにかなりもう集中しちゃってますね、ピックが。そうですね、今のメタの中でも自分たちは得意なチャンピオン、落ち着いてプレイできるチャンピオンというのをまず優先してきましたね。さあ、そしてミッドには先ほどの試合も出ました、エコーをシンドラに当てて、なるほど、ほとんどの試合ターゲットバンで消されていたヒリさんのスレッシュ、優先で取りましたね。今だともう AD キャリーとサポートのこのデュオというのはセカンドピックフェーズに回すことが多いですが、ファーストバンフェーズでレオナをバンして、その上ファーストピックフェーズでスレッシュも取っていくということでしょう。これボットの主導権かなり重要してますね。エズリアルをバーン、逃がしたくないと。そうなりますね。となるとアッシュ陣を狙いますよね、フナティックは。基本的にはそうなってくると思います。マッチアップ考えるとそうすると陣ですか。そして LGD としては、ランシーの対面を消していきますよね。これフナティックとしてはエンゲージ要素がまだ足りないので、理想はアッシュが取れることですよね。そうですね、なんかトップはアーゴットとか出てきそうですか。可能性ゼロじゃないのがこのチームの面白いところですよね。得意ピックですからね、ビーポー。そしてラカもバンと、マークにエンゲージの要をさせてはいけないと。あと残っているので言うとノーチラ ス、あとバード。そうなりますね、バードだと結構スレッシュの餌食ですが、ノーチラスだと結構いい勝負できますからね。あとはマークはその体を前に出すタンクとしての役割も果たせる
エンゲージの方がいい印象がありますね。特に LGD はピーナッツ選手がダメージディーラーになること多いので、その分ランシン選手とマーク選手でフロントライン固めていくというのがまあ得意な形ではありますね。エンチャンターもキンドレッドギレバ欲しいところですが、対面はスレッシュとなると難しいでしょう。ジン優先しますか。そしてラストピック、あ、ラストバーンはガングプランクでしたね。LGD としては別にアッシュ農地両方とも取ってしまってもいいような状況ですが、それよりもレーンで勝ちたい。ただこれレーンで勝ちやすいレオナもういないんですよね。フォーチュンと相性が良くて何合わせますか。ノーチュラスしかないですよ。おー、あー、なるほど。ガリオ、アリスター、ガリオは危ないですよ。スレッシュに対してアリスターも練習時計取れないですよ。抑え込まれますよね。ん、何のためにフォーチュン、んー、キンドレッドのアルティメット、まあ、相性悪くはないという点でしょうか。キンドレッドの DPS を除くと、まあ、オールインですか。んー、いや、CA 選手のみがバックラインに飛び込んでいってる間にクレイマー選手が全体のダメージ出しつつ、まあ、ピーナッツ選手が刈り取るというのが理想的な構成にはなっていますが、おお、そしてトップ瀬戸ですか。あ、王に対してですね。ここ王権ビルドにすることによってレーンの主導権ずっと取れるマッチアップになってますから、んー、フナディックとしてはセルフメイド選手のグレイブスを生かす各レーン有利マッチアップを取る形、うん、なのでまあ序盤からセルフメイド選手がピーナッツ選手に対して圧倒的に有利を握るようなマッチアップを作れているんですが、気になるのがちょっと LGD、 特に AD キャリークレバー選手がピックしたフォーチュンですよね。まだ足の選択肢があった中ですから、んー、まあボトルにセットアップ込みで勝負していくのであればフォーチュンよりっていう部分は強かったと思うんですよね。チャンピオンのプール的にも十分ピックは可能だったはずですが、使ってましたからね。このミスフォーチュンがどう生かされるか結構変わってきそうですね。そうですね、ランシン選手のアルティメットに合わせつつ、場合によってはピーナッツ選手がアルティメットをしたところに敵も入ってきたって場面で一気に削りに行くと。あとはこのキンドレッドに対してのまあレーンはサポート、今回サポートではなくトップですが、瀬戸のショーストッパーでアルティメットが出すっていうのはカウンターとして、いや、そうなんですよね。先日ライフ選手が機能させていました。 LGL でも、グレンデルでしたかね、確か見せたやってましたね、シーンもあったと思いますから、ここがどうなるのか。うん、これバンピックのやはり印象でいうとフナティックがかなり狙いも正確ですし、そのためのピックも全て取れたと。ボットレーン有利マッチアップ、まあミッドレーンぐらいですか、シエ選手のエコーに対してしっかりとシンドラで有利が取れるのか。そうですね、ちょっとこうどちらのインタビューもあればよかったんですが、ちょっとフナティックサイドしか見つからなかったんですが、そのプレインで LGD が調子を崩した3試合の後に調子は戻してるんだけど、こう同じようなこうことを続けているので、そこに対しての対策はできているから警戒はしてるから、してるけれど、まあ大丈夫だよみたいな話を、レックレスが、先日の試合の後のインタビューで答えていましたから、まあ、これが一つの形なのかなと思いますが、個人的なやはり LGD の特徴としては序盤ハイテンポに有利を握れたとしても15分あたりから失速すると、うん、あと睨み合いの部分が正直あまり強くないという印象は強いので、それに対してまず先手を取りやすいフナティックの構成、集団戦も非常にうまいチームですからね。ただキンドレッドを使った時のその LGD の非常にうまいなと思ったのは、そのピーナッツにとにかく、キンドレッドのスタックを集めさせるために、うん、こうかなり人数を割いたプレーをプレインで見せたじゃないですか。あれただ重要なのが練習動権なんですよ、はい、取れてないとできないですね。なるほど。でこれ取れるレーンがほぼないんですね。さあそのスタックの管理どうなるのか注目しながら見ていきたいと思います。本日の最終試合です。おっとピーナッツの位置がワードで早速見えた。これはセルフメイド、レックレスとともにプレッシャーをかけ体力は削りましたが、それ以上の接触はしません。さあ早速といったシーンでありましたが、本日のゲーム6 LGD ゲーミング VS フナティックの試合スタートです。ルーンを見るとやはり CA 選手がレーンで主導権を狙う、
転撃選択してますね。ちょっと待ってください、セルフメイドイグナイト出ましたね。これ一時期フェイズラッシュが流行りだしてから試されていた、はい、うん、選択ではあるんですが、まあ、とにかく攻撃力が高くなると。で逃げに関してはいいアルティメット、そしてフェイズラッシュのムーブスピードアップを使って立ち回っていく。難易度は高い分攻撃力が非常に高い選択ですね。ワールズでやりますか普通。いや自信満々ですね。逆にですよ、ワールズでこれぐらい強気じゃないと結果残せないということだと思いますよ。なるほど、まあちょっとこのイグナイトの使い方注目して見ていきたいと思います。さあピーナッツはプレインと同様リーションもらってのレッドバフスタートです。さあレベル2はフナティックサイドが取りそうだ。ボットレーンアガトリンケットで確認はしましたが、ピーナッツの位置を確認することがフナティックできたでしょう。まあ、これまず序盤重要になってくるのがフナティックとしてはやはりセルフメイド選手、ミッドネメシス選手に寄り添って主導権を確実なものにしていくと。でこれに対して LGD がトップボットはもうマッチアップ的にかなり辛い中でどうそれに対応していくかですよね。ピーナッツのキンドレッドもこうガンクを刺してというのはなかなか難しいような印象がありますが、なかなか難しいですね。前のめりに来るネメシス選手をうまく引き込んでであればまだ可能性あるかなというような形ですね。なるほど。さああとはこのピーナッツのスタックがどちらのスカトルにつくかですが、レーンは今のところトップボットを抑え込んでワードを受けているのはフナティックサイロです。あ上側にマークがつき、しかもそこにはもうセルフメイド選手がいますね。うん、これは抑えられないですね。いやー乱視の体力かなり削れてそのタイミングでセルフメイドやってくる、難しいキルラインにも見えますがイグナイトがありますからね。おっとテレポートは、なるほどこれは止められないですね。うまく逃げました乱視、ただしテレポートダウンです。いやこれ結構際どいところですね。キル取られてテレポートでおとなしくタワーに帰るのとテレポート消費した上でこのビッグウェーブを落とすのとだったらトントン、まあ、若干いい選択だったかなというぐらいですね。タワープレートはビーポが1人で破壊するのでゴールド差はどうしても生まれます。生まれますね。あとビッグウェーブが完全にロストしてしまうのでこれ経験値の差も大きいですね。まあ、セルフメイドを調子づかせないという意味では、そうですね、ジャングルにキルが渡らなかったという意味ではプラスだったかもしれませんね。データ的にもセルフメイドがキャリーであるとされていますから、もう構成の取り方も完全にそうですからね。はい、おっと面白い位置に C へテレポートをしましたが、これでミッドにテレポートを使って戻ってきました。ネメシスはそれを見て一度リコールをやめています。このウェーブを処理してからリコール、そしてテレポートですね。さあ C、このリコールのタイミングを生かして相手のジャングルに対しての視界を取りに行きます。うん、ここで情報が取れたというのは特にピーナッツ選手にとってありがたいですね。これトップサイドのクルーグのアップするタイミングというのも分かりますし、今トップサイドにいないんだなという状況を LGD 把握できたでしょう。ワードにも移りましたね。ブルーバフの前にしっかりとワードが置けていて、これですね、セルメイドの位置を確認することができました。積極的にマークが動いて、あー置いていきますね。ワードを置いてセルフメイドの位置をとにかくピーナッツに伝えていく。これ LGD としては理想はボットレーンがプッシュ主導権が取れて、でワーク選手のローミングによって CA 選手を助けることによって、それは結果的にピーナッツ選手の助けにもなると。そこまでつなげることができれば非常に序盤安定してきますが、あれちょっと昨日のあの小道の裏を思い出しましたが、ちょっとヒヤッとしますよね。昨日はそのままキルになりましたからね。さあレックレスのリコールタイミングです。そのタイミングでピーナッツマーク2人でオーシャンドレイク触りに行きます。あ、ここ一つ目取れるの非常に大きいですね。大きいですね。
クレイマーにはすぐさまリコールをさせて、その格好、さらには目の前に出てきたスカトルにマークがつきましたから回収できそうです。これでオーシャンドレイク獲得は LGD。 ここもシーエがセルフメイドの位置見つけましたが、そのタイミングでショーストッパータワーの外で出そうとしましたが、完全に出し切ることはできていない。ビーポに大きなダメージですが、その前にビッグダメージでセルフメイドが1キロ獲得、ファーストブラッド獲得。フナティック CA もなんとか返したいですが、ここは追撃間に合いません。いや、今 CA 選手もミッドプッシュ主導権取った上でフナティックはの狙いを完全に読んで寄っていたんですが、一手間に合わなかったですね。惜しかったですね。さあこれでファーストブラッドがセルフメイドに入りました。さあピーナッツが現在ボットレーン、このまま入りに行くか。レベルは6になっています。スローがヒリさんにかかった。フックは捉えた。返しの白線コップ、ヒリさんしっかりと当てて、ダメージ取っていません。さばき切りました。ここで1キルを取って相手のグロンプにつなげたかったですね。マークついてますから、最低でもフラッシュ、特にヒリセン選手のフラッシュを落とせていたらボットの主導権は一時的には確保できてましたね。今回ネメシス選手がロストチャプターではなくバイオニアブーツ、そう優先してるんですよね。まあ、これムーブスピードを上げて、しかもスキルの回転率で対応していくってことなんですが、ブルーバフがなくなると途端にマナが辛くなるので、今のガンクが刺さっていれば本当に大きかったわけですね。大きかったですね。さあ続いてはヘラルドの時間です。ミッドレーン、それでもシエが押し込みつつ、いや取れてますね、これ連勝夜動きずっと続けてますよね。ここはフナティックとしては先にシンドラを抑えに行ったというのがちょっとあだになってますね。おシエ選手素晴らしいですね。 CS も近接対メレーというところで序盤不利なはずですが、まあほぼほぼイーブンと。ジャングルのところにもほとんど差生まれてないですかね。トップのワンガンクのみですか。さあここは互いにブルーバフの時間帯になっていますが、先にミッドレーンから今度はネメシスが動く。さあそこにピーナッツを確認しました。セルメイド触ります。ヒリさんがやってきていますね。それに対して今ボットレーンサイドにマークは視界を取りに行っていたので人数差が生まれそうです。ここから寄り始めますが、ネメシスがここのタイミングでミッド主導権取れているのが大きいですね。そしてヒリさん赤トリンテッド使っているのでバレていません。さあここで見えたか、スモークスクリーンやめるほどスタンが決まった。ただ視界がないのでその先はないか。カジシンの呼び声、ショーストッパーでキャンセルの状況。ただしここでマークが間に合った。 CA が飛びついていってセルフメイドの体力を削っていきます。あ、ただきっちりフナティック側がヘラルドを抑えましたか。いや抑えていきましたね。いや今結構惜しかったんですけどね。カジシンの呼び声が打てていればでしたね。ただビーポがきっちり止めていきました ね。さあこれでヘラルドの獲得はフナティックです。まあ、上側にフナティックを追い出せたので下側のスカトルのマークはきっちりピーナッツ選手を抑えていきますね。これネメシス選手としては早くロストチャプターが欲しいところですね。さああとはこのセルフメイドの持っているヘラルドをどこに使いに行くかですね。タワーの削れ方でいうとやはりトップサイド、もう一回ダイブできそうな状況ですからね。もしくは、まあ、単純にネメシス選手にゴールド集めに行くという判断も悪くはないですね。なるほど。さあ CA タワープレート1枚剥がしすることができました。これは美味しいですね。ただこのタイミングでネメシス選手ロストチャプター完成したので、ここから CA 選手が本格的に辛くなってくるかなと。ミッドレーンで主導権をネメシスが、まあ、取れる時間帯というのが長くなる。
こうミッドのプッシュヘルプをしてドラゴンの視界を先に前に行きますね。そうですね。さあピーナッツはボットレーンサイドからドラゴンに寄ろうとしています。スカタルのコントロールが取れているのは LGD。 トップレーンはテレポートがランシンにしかありませんから、これフナティック戦うとまずいですよ。さあネメスに対して飛び込んでいって、ここでフラッシュダウン成功です。これマーク選手としては睨み合いの部分で狙っていけるといいですね。さあビーポはもうタワーの破壊を目指しているでしょうか。トップレーンはただひたらプッシュ、そしてそこに合わせるようにセルフメイドも動いて、ドラゴンにはフナティック寄ってきません。ビーポ選手としては、あ、ドラゴン無視してトップ降りに行きますか。中盤以降もこのマッチアップスプリット非常にやりやすい部分はあるので、まあ、とにかくビーポ選手にゴールド集めながら中盤の有利を取っていくと。さあこれで気になるのはドラゴンがクラウドになるのか、それともインファーナルになるのかですね。 LGD はインファーナルがいいですが、おー、ね、インファーナルですね。さあランシンとしてはインナータワーに突撃される前にヘラルドの処理は完了したようです。勝負どころとしてはやはり次のドラゴンですね。フナティックとしても渡すわけにはいかないので、お互いが勝負していくことになると思います。さあトータルゴールドですが、ビーポが大きくゴールドを持っています。カルノスタックもそろそろ終わりそう。そのタイミングでルインドキングブレードが変えています。ジャングルのゴールド差も1000ゴールド近くついてますね。そこまで大きなアクションをしているようには見えないんですが、やはりプレートきっちりと確保しているというところが大きいですかね、うん、さらにはファーストブラッドのゴールドもセルフメイドに入っています。さあビーポ面白い位置だ。誘ってましたがここには乗りません。マークこれ展開としてはどうなんでしょう、リーグさん。ここまでのところはどうでしょう、レーン全体的にパンピックで主導権取られたところから考えると比較的 LGD がうまくやっているかなと。ただはい、まあ、あとは集団戦のクオリティですかね。オンのアルティメット、あとクレイマー選手のアルティメットというのがどこまで綺麗に刺さっていくのか、それによって全くダメージ量違いますよね。変わってきますね。だピーポ選手が今王権完成させたことによって、これランシン選手が集団戦にも非常に参加しづらい環境を作られてしまう可能性があるので、押し込まれる形になると、オブジェクト前できっちりとグループできるかも重要になってきますね。さあランシンミッドレーンのネメシスを狙いに行く。ネメシス先ほどクラッシュを使ったのはありません。マルコの方にピーナッツに打ちましたが、キズの執行猶予で対応、そのまま1キル獲得はピーナッツ。綺麗なローテーションからの1キルでしたね。先ほどフラッシュを使ったという情報をしっかりと生かしていきました。さあこれでタワープレートのゴールドは320ゴールド対640ゴールドという形になりました。序盤のところは構成生かしてフナティックとしてはきっちり勝ってはいるんですが、まあ、それでもやはり狙っていた有利というのはそこまで取れてないですね、うん、ドラゴンも、まあ、選択して捨てているという部分ではありますが取れてないですからね。やはりミッドがかなり抑え込まれてしまっているというのは影響してますよね。シンドラを先に取ってちょっと抑え込まれたというのが想定外だったということになりますかね。うん、そうなりますね、まあ、ここは CA 選手のレーニングのうまさですね、うん。これ本日2度目ですが、これができるかできないから結構ドラフトの変わってきますよね。変わってきそうですね。今後ワールズ全体に影響しそうです。さあそしてヘラルドにはフナティックすぐさま集まって手をつけます。ボットレーンに残っているレックレスはリコール間に合うか、囲まれていますが間に合いました。そしてヘラルドの獲得はフナティック、まあ、このあたりはビッポ選手がトップの主導権を一方的に取っているので、比較的安全に視界も確保できるという有利を生かしてのオブジェクト獲得ですね。ただそれに対しても上サイドでは張り合えないので下サイドで別のオブジェクト取っていますし、 LGD も一方的な差は作られてないですね。ここもボットのアウタータワーの破壊に成功です。
さあ続いてのドラゴン55秒前 LGD を抑えれば3つ目ですから、ここはフナティックとしても渡すわけにはいかないドラゴンになりますよね。あったらセルフメイドのブラックリバー間に合いましたね。いやジャングルのところの伸びはさすがですね、かなりゴールドの差が生まれています。レベルもピーナスなんとか11になりたいですが、あと30秒、よくは狙っているのはセルフメイド。マークの体力をまず削りに行きました、これでフロントラインとしてのマーク選手にかなりプレッシャーかけることに成功してますから、まだガーゴイルもできてないですしね。ただストップウォッチはあるのでマーク多少の無理は効きます。3つ目のドラゴン、フナティックが取れば1つ目、 LG 取れば3つ目です。ヒリさんのキャッチを待っているようにも見えるが、さあどうする。ボットレーンに現在いるのはクレイマー、フックを狙いますがしっかりと引いています。さあ CA のプレッシャーを生かしたいところ、ただ CA フラッシュはありません。クレイマーが合流にかかる道を取らされています。かなり外側を通らされてますね。ビーポの位置は分かりましたが、さあどうぞ。このビーポを捕まえた、いい服から、さあ CC で絡め取って、ただそこに対してフィナーレの援護射撃ですが、ショーストッパーからスタンにはなっていない。フラッシュインでクレイマーを追いましたがキルには届きませんでした。そしてドラゴンはクラティックが獲得、ただしそのタイミングでしっかりとエンゲージを決めて LGD としては2キルの獲得に成功。これでミッドのタワーにもつながりそうです。今のシーンはビーポ選手がうまく時間を稼ぎながらドラゴンを取る動き成功はしていたものの、ここに来てピーナッツ選手にきっちりキルが渡っているというのは大きいですよね。 LGD セルフメイドも倒されているのでスタック的にも溜まったと思いますね。まあ、3つドラゴンを重ねられるという最悪の事態は回避できましたが、またちょっと驚きなのは王権ビルドという全く単回転も積んでいないビルドでこれだけのタンク性能があるチャンピオンというのがこの瀬戸なんですよね。一応 MR の防御アイテムの中間素材ですが変えてはいましたが、あとは忍者旅ですか。それでも4人に対してですからね、かなりの時間を稼ぎました。ただこれどっちが得をしたんでしょう。LGD としてはきっちりドラゴンを重ねてドラゴンソウルのところでプレッシャーかけていきたかったでしょうから、そういう意味ではフナティックの方が一息つけたのかなと。ただミッドのタワーが、そうなんですよね。加えてピーナッツ選手にもキルが入ってしまったので痛み分けといえば痛み分けですね。あとこうセルメイドのイグナイトなんですけど、やっぱりイグナイトというと序中盤で生かせてこそというところ結構あるなと思うんですが、そうなんですよね。どうなんですかこれ。まあ、実際ビルドはかなり進んでいますし、悪くはないけどやはり何度も言うように思っていたほどではないというのは確かでしょうね。ファーストブラッドのシーンだけですよね結局。キルシーンがあったのはそこだけですね。さあ強気の選択、ゴールド的にはピーナッツを上回ってはいますが今後どうなるか。そうですね、ここでもう完全にチームゴールド並びましたからね。そうなってくるとやはりフナティックとしてはエンゲージ要素が少し少ないと。特にビーポ選手がこれフルタンクであれば、まあ、1人でもエンゲージ要素担えるんですが、少し柔らかいスプリットプッシュを優先したビルドにしていることもあって手段戦の形作りやすいのは LGD になってますね。あと後半の伸びがいいのも LGD ですよね。そうですね、まあ、3コアタイミングだと結構レクレス選手を使うこのジンも強力になってきますから、そこで並んでくるような形でしょうか。ただどこかでオーンを溶かすのに苦労しそうだなと思いましたが、さあ、まあ、フナティックマクロというべきでしょうか。こういう時よく触りますが、ただヒーさんの服、今日はうまく当たっていない。そしてバレたのでバロンはストップです。きっちり LGD も気づいてますね。ここまでのところヒーさんあまりこうゲームに影響を及ぼしていませんね。おっとランシュを捕まえに行く、フィナーレも使いましたが横からマークがカバーに入って、これは、ダメージを少し与えたのみとなりました。マーク選手歩いてプレッシャー与えるだけで相手引かせましたね。先ほどからこう明らかに動いてこう影響を及ぼしているのはマークの方に見えますね。間違いなくそうですね、サポートのところでは、
おっと、グロンプは取らせませんでした、セルフメイト。さあ、ただこうピーナッツも送り手はいるもののファームができていますし、スカトルもこれで何度も抑えてますからね。これそろそろ通行は完成しそうですし、そうなってくると集団戦 LGD 側の方が有利に立ちますね。ここでネメシスがボイドスタッフを完成させました。続いてのドラゴンまで1分です。グローバルゴールド、初めは差をつけてはいましたが、じりじりと詰められてという状況です。やはり15分超えたあたりから徐々に巻き返してきてますね。これ LGD のペースですよね。そうなると思いますね。ここから相手が焦ってくれば、まあ、より立ち回りやすいという状況になるでしょう。あとはトップのところではフナティックが1対1練習特権取れるんですが、ミッドレーナーが行くボットのところではCA 選手の方がこの時間帯圧倒的に強いですからね。おっと、前ブリンクからセルフメイドですが、それでもマーク落としきれるという判断がガーゴイプストーンプレート使ったので、それでも落としきれ、ただし1位のトレードになっている。さあ、ショーストッパーから2人にスタンを決めていくのはビーボー、そしてフックがランシンを捉えて手前に引き寄せた。ただしそこに対しての執行猶予中からのバレットタイムで大ダメージですが、それでも落としきった。ただ先頭を張っていたビーボー、これダウン2対3の状況になっています。さあ、3キル獲得は LGD。 まずマーク選手のエンゲージ判断が素晴らしかったと、それに対してセルフメイド選手もうまく返しつつ、ネメシス選手のスタン綺麗に決まってたんですが、ここはピーナッツ選手を使うキンドレッドのアルティメットが刺さりましたね。執行猶予の中からバレットタイム打つの強いですね。あれほぼノーリスクですからね、フォーチュンベタ足なんですが、あとはもうビーポがスキルを使ったのを見てからなら止められる要素はちょっとないですね。ここマーク選手の仕掛けの判断非常に早かったですね。ビーポ選手の回収も非常に良かったんですが、それに対しては執行猶予と。素晴らしい。でも CC 相手にない状況でアルティメットで、きっちりダメージを出し切ったクレーマー選手の判断も良かったですね。さあ、これでついにゴールドわずかではありますが LGD 逆転です。さらにはドラゴン3つ目を獲得しました。これであと本当に1つ重ねるだけで LGD 側が相当有利になりますね。めちゃくちゃロイヤルネバーギブアップ出しますね。今誰が出してましたか。今ランシンがずっと出してましたよ。まだ全然諦めていないと、はい、まあ、当然でしょうね、ほぼイーブンですから。そのようですね。さあ、いよいよ LGD がゴールドミルをつかみというシーンですが、このバロン前のスカトルはフナティックとしては抑えていきました。ブルーバフもコントロール、アイテムの進み的にも差が詰まりつつありますね。さらにはランシンレベル14といったところでしっかりとアイテムのグレードアップもできています。LGD としては、まあ、あとは睨み合いのところでマーク選手のファーストエンゲージ、そこにランシン選手が合わせていくという、まあ、非常にやりやすい形。対してフナティックがやはりビーポ選手がうまく横や裏に入っていくか、もしくはヒリセン選手のフックから集団戦始めるような形を取らないと戦えないですね。今のクレイマーがランシンにインフィニティエッジをモルテッジしてもらったからなのか分かんない、すごいニコニコしてましたね、左下で。嬉しかったんでしょうね。そりゃあね、もうインフィニティエッジがモルテッジになった最後めちゃくちゃ伸びますからね。伸びますね。これクレマー選手のアルティメットも綺麗に刺さるとフナティックの陣形一気に崩壊しますね。先ほどもそうでしたが、リーポだけでは落としきれなかった場合にちょっと止められないですね、アルティメット。そうですね。あとはこれピーナッツ選手にウルト展開させてからビーポ選手使うって余裕があるのかどうかですよね。確かにそうですね。ファーストエンゲージちょっと担わなければいけないポジションになってきているので、その形に入れたいのであればスレッシュのフックから集団戦始める必要がありますね。あ、もうずっとここのクルークを待ってるんですが出ませんね。なかなか湧いてくれないですね。
さあ次が取れれば伸びがいい LGD の構成にインファーナルソウルはいよいよ強い状況になってきますよ。クリティカルもいいダメージ出てますね。クレイマーさあドラゴン1分30秒前スカトルが湧こうとしていますがその前に視界を取りに来たのは LGD。 ネメシスとシエはテレポートを持った状態でトップレーンサイドへ。このタイミングで上サイドの視界のコントロールを始めるんですか。おっとスタック取れたようですね。なるほどこれで4スタック来ましたね。あーやっとねこれ見せてくれるようになったんですね。ありがたい。レンジまできっちり表示されて分かりやすいですがこれで最低限ピーナッツとしてはキンドレッドのマークを集めることができました。最重要のドラゴンオブジェクトの前にきっちり4スタック溜まったのは非常に大きいですね。大きいですね。さらにはブラッククリーバーも乱心によって鍛えられています。スリーコアセルフメイドも間に合いはしましたがどうなるか。フックアップ届きません。しっかりビーナッツバックステップ。さあ残り20秒です。先ほどからのエンゲージはマークはしっかりと決めているような状況。執行猶予も加味しなくてはいけませんフナティック。 LGD としてはどうするか。まずは CA にミッドレーンを押させます。フックはマークに決まった。大きなダメージ手前に引き寄せつつですがガウリストンブレード。さらには打ち上げをセルフメイドビーボーに決めることができているのを。そして超ストッパーからさあおっと4人に当たったか。そこからの大ダメージによってマークダウン。さらにフィナーレによって LGD 押し返されます。ビーポのエンゲージが突き刺さりました。今のはその前にヒリセン選手がきっちりマーク選手をフックすることによってノーチラスのアルティメットも逃げに使わせたんですよ。もうリーさんびっくりすぎてヒリセン選手って言いましたからね。今ヒリセン選手押し通るないや今のシーンは完璧でしたね。欲しいところできっちり仕事しましたね。この試合ちょっとそのヒリさん裏も表もないなみたいな状況になってたんですが、うん、ここに来てきっちり仕事こなしていきましたね。あそこでもう2切りぐらい取れればドラゴンを抑えた。あここのフック、このファーストフックのおかげでビーポにアルティメット使うしかなくなったんですよ。そしてこれですね。でセカンドエンゲージを狙っていったランシンには瀬戸のアルティメットできっちり対応。 LGD 側の攻め手を完全に潰しましたね。さあこれでフナティックとしてはまあソウルを防いだ、そしてインファーナルを2つ重ねたということになりました。おっとこれはシエ仕掛けに行ってヒリさん落としてやろうというようなアクションでしたがここはクロノブレイクで戻っていきました。ただそれによってバロン前のスカトルのコントロールをピーナッツが握ります。フナティックとしては先ほどのドラゴンの戦闘非常にうまかったものの取れたオブジェクトはまあ、ソウルとはほど遠いドラゴン一つですから、あれを繰り返さなければいけないと考えると少し辛いですね。相手に渡さなかったという点では大きいですが、まあ、マイナスを防いだだけでちょっとプラスがあまりない。そうですね、まあ、あえてプラスを言うのであれば先ほどの集団戦乗り越えたことによってレクレス選手にスリコア入ったと。なるほど、ここはまあ一つ大きなプラスだったかなとは思いますね。さあゲーム時間も30分になってきました。ゴールドはほとんど並んでいます。どちらのサポートが先にエンゲージを決めるのかというような勝負にもなってきました。サイドレーンでネメシスに対して CA がずっとこうしてコントロールを取っているのも大きいでしょうか。 LGD 誘う動きはヒリさんとセルフメイルだがバレているぞ。いい警戒です。ただその間にボットレーンをビーポが押し込みます。 LGD としてはこのボットのスプリットプッシュはある程度捨てつつグループ頻度を増やすことによってアクションの回数を増やす狙いですね。 C へとマークが中心になってフナティックの誰かを捕まえてやろうと動いています。さあレベルはランシンの方が一つ高い状況。ここは押し返されます。
ここは完全にサイドの主導権、そこから来る、おっと、これはセルフメイド、マークは捕まえた、落としきれれば大きいが、ランタン回収間に合った、さらにアルティメットのブリンクで逃げ出しました。そして無理をしたところにテレポートをしてきたランシュを狙いに動き、ピーポが後方で時間を稼いでいますが、ナイスフックはマーク、そのまま1キル獲得、そしてランシュは生き残っています。1キル獲得 LGD。 今のところはフロント性能の差がきっちり出たシーンでしたね。同じような形でお互いのトップレーナーが、おっと、おーっと、いや、魔力の本流はクロノブレイクで防ぎました。デッドしていません。バロンは止まりましたね。止まりました。フィナーレでやっていないことも確認してリセットになりそうです。ここからの集団戦は今みたいなお互いのフロントを溶かし合うような形ではフナティック勝ち目はないので、いや、全くランシン落ちないですね。落ちないですね。なのでこうやって LGD 側に先手を取られてしまうとフナティックとしては辛いと。ビブもかなりいい時間の稼ぎ方はしてるんですが、ちょっとオーンとじゃ比較にならないですね。さあ、お互いのトップレーナーが集団戦タンクでありつつもダメージを出してはいますが、やはりそれでも耐久力という意味では圧倒的にランシの上です。さあ、もう一度ドラゴンファイト。アルティメットのクールダウンは互いに当たっている。フックをヒリさん狙いますが、ことごとくかわされます。さあ、そしてドラゴンがアップした。ドラゴンの前に陣取れているのはフナティックですが、それがスカトルの視界によって完全に抑えられている。少しずつ少しずつ狭いところに C へのプレッシャーによって追い切られています。そういう出して回心の目声、いや、ショーストッパーで回心の目声止めた。さあ、そういう出してマークがフォーカスを絞っていく。そのマークに対してフック上がったら、バックライが最高位まで到達している。そこに対してのバレットタイムと C へのエンゲージによって一気に集団戦勝っていくのは LGD ゲーミング。セルメイドもこれは逃げられないでしょう。いや、素晴らしいマーク、よく打ちました。綺麗、あ、しかもこれネクサスまでピン出てますし、デスタイマー見てもヒリさんが一番早くて18秒です。ここ触ったタイミングで20秒だと間に合わないんですよ。なので終わります。これゲームエンドアルト。さあ、あとはネクサスタワーとネクサスです。 LGD マークを出しながら勝利確信しているでしょう。さあ、このままネクサスを破壊してこのゲーム勝利したのは LPL、 LGD ゲーミングとなりました。 LGD 最後のところでうまかったのがファーストエンゲージ、ここまでマーク選手だったのをランシン選手に変えたんですよ。どうなるかっていうと、ランシン選手のアルティメットにはビーポ選手が対応しなければいけない。相手のフロントラインを釣り出した上でマーク選手にきっちりとセカンドエンゲージを任せたと。あまりにもうまく決まってましたけどね。フォーチュンのアルティメット3人にドンピシャでしたからね。いや、もう爆雷がフナティックの面々を打ち上げていきましたからね。いや、最後のところは本当に綺麗な集団戦の形でしたね。ただ、まあ、フナティック側のところを見ると、はい、まあ、CA 選手がネメシス選手をきっちり抑えたというのが全てだったのかもしれませんが、うん、バンピックでの狙い十分に生かしきれなかったというのが、まあ一つやはり大きかったですね。そうですね、まあ、今回そのドラフト通常の、まあ最近よくありがちな メタルドラフトと違って、まあ、サードピックでスレッシュを抑えたりですとか、シンドラを先に出したりっていうところで結構変化はあったんですけれど、そのチャンピオンが結構その封殺されてしまったと。あそこのシーンを見ると理想はセカンドピックにスレッシュを回して、うん、サードでシンドラで苦手なチャンピオン2体を消していく。ただ2つ目に優先させた理由というのがおそらく、LGD 側の 2-3 ピック先にシンドラを取られた時にアンサーがないと、うん、ミッドで主導権が取れないって、この辺のチャンピオンプールであったりとかマッチアップの有利不利、あ、得意不得意っていうのが影響しましたかね。まあ、もしくは単純に自信があったか。そしてあとは、イグナイトのジャングルですか。そうですね、まあ、ただそこもやはりミッドのマッチアップでアクション回数が増やせなかった、もしくは
トップダイブ、ボットダイブというのもシンドラのパワーを生かして行っていきたかったでしょうから、うん、その辺の計算の違いが大きく影響したのかなと思いますね。LGD としては、まあ、このスタイル、やはりオーン取れたというのも大きかったと思いますが、オーン、キンドレッド、そしてマークにエンゲージチャンピオンを持たせる、この構成での成功というのはかなりワールズで掴めてきましたね。掴めてきましたね。やはり何よりシエ選手がきっちりとビットで主導権取ってくれるというのが大きいですね。これが本当にそのプレインの序盤苦しんだシーンとは違いますね。そうですね。このあたりまでは、ここドラゴンを優先する動きですよね。マジックとしても悪くはなかったんですが、まあ、やはり序中盤イーブンになってしまって、で集団戦構成が難しい中でその差がもろに出たゲーム展開でしたね。ここは惜しかったですね。いや、ビーポ選手は試合通してめちゃくちゃ上手かったですよ。仕事は自分に任されている仕事はきっちりやってましたが、ここのフックも良かったんですが、あとそうですね、もう言っていうのであればスレッシュのアイテムガーゴイル買ってなかったんですよね。なるほど。そのせいもあって前目の強気なポジションが取れなかったんですよ。失敗した時のリスクというのがあまりにも高すぎるので、そしてここですね、ここエンゲージの順番を入れ替えることによって瀬戸のディスエンゲージという効果を半減させたと。あとはもうマーク選手とフォーチュン、見事な連携でしたね。最後全力で喜んで LGD のスタッフも映っていましたが、さあ振り返ってみるとフナティックはその序中盤より取らなければいけないという中でドラゴンを捨てつつプレートで得たゴールドというのが3000ゴールド近くもらったんですが、そこから少し停滞して18分ごろですか、そこから境にも詰められてからはちょっともう一度取り戻すことはできませんでしたね。特に1-3-1が始まったタイミングですかね、シエ選手は特にシンドレに対して強くなってくる時間帯っていうところで、サイドの有利をミッドにつなげるような形でフナティックの進行というのを止めましたね。ドラゴン2つ最初譲ってというところはどうだったんでしょうね。トップサイドでそれ以上の有利が取れるという計算だったんでしょうが、やはりそのあたりが全てうまくいきませんでしたね。瀬戸に大量のゴールドを入れることはできたんですが、やはりその後ドラゴンファイトをしなければいけないとなった時に、そのルインドキングブレードの瀬戸でこう集団戦というところが、まあ、やはりタンク性能落ちますから、足りなかったですね。もっとゴールド差が欲しかった場面ではありますよね。もっと硬くなるか、それかスプリットし続けるというところになるんですかね。ただ早いタイミングで2つドラゴン取られてしまいましたからね。3つ目からはもう戦わざるを得ないっていう状況になっていたので、そういう意味では1つは攻めて確保しておけばもうちょっと選択肢中盤のところで増えたかなというような展開でもありましたね。なるほど、ありがとうございます。さあそれではこれにてワールズ2020グループステージ Day 2の試合がすべて終了いたしました。本日の試合結果このようになりました。さあ本日の試合結果こちらですが、リュウさんどうですか。全体的にやはり前評判強かったところが勝ってはいるんですが、ただマッチ e スポーツ、そうなんですよね、チームリギットに勝ちましたね。いやここ、まあ、個人的にも注目していた期待していたチームでもあるので、このまま順当に勝ち進んでくれると今回のワールド面白くなるかなと。あとは G2 勝ちはしたものの、はい、中盤のところではサリングに完全にやられてしまっていたというのが一つ気になりますよね。圧倒的な集団戦の強さでまくりはしたんですが、ゲームプランという意味ではサリングに上回れていたかなと。この辺の修正は一つ必要ですね。あとはまだ2日目ではあるんですが、まあちょっと NA のチームがここまでで一度も勝てていないと。やはりスローテンポというのが今のメタでも速いテンポを展開できるチームに対してかなり相性が悪いですね。やはりプレインからまた一つ変わってきた、その中で LGD がこの構成でどこまで勝ち続けることができるのかというのもちょっと気になりますね。楽しみですね。あともやはり元々が LPL の地域ですから、うまくやれば速いテンポにも対応できそうですしね。
さあこちらが現在のグループ全体の勝敗順位となっております。各チーム行った試合数が平均ではありませんが、まあ、皆さんこの画面をですねぜひピッケムと自分のね、はい、にらみっこしながらですね、いつ、紙くずになるんだろうなと楽しみしながらですね、まだ大きな燃え方はしてないんじゃないですか。リールさんの予想が手堅くて、まあもうね決まった後なんですけれども参考になりやすいかなとは思いますが、ただまあその通りに行った年なんか一つもないですからね。そうですね、ここからですね、はい、まだまだウィーク1ウィーク2と続いていくこのグループ戦どうなるのか非常に楽しみですが、それではまだまだ明日もありますので、2020ワールズグループステージデイ3のスケジュールこちらです。さあこちらどの試合注目してますか、リールさん。いやとにかく今年はダモンのゲームには全て注目していきたいかなと。あ、ダム1ですね。ダム1ですね、そうです。ダム1のゲームには全て注目していきたいですね。 LCK のやはり安定的なゲームの流れに加えて、あれだけ序盤から動かせるチームというのは、間違いなく優勝候補に入ってくるかなと思います。あとは最後から2つ目、ユニコーンズオブラブがどこまでこのグループ勝ち上がれるか。フライクエスト強いですからね。個人的にピッケムではここ勝つって予想してるんですよ、 EOL が。なるほど。あとここは、ユニコーンズオブラブに対してフライクエストにパワーオブイービルがいますので、フルス対決。いやそうなんですよね、そのあたりの関係性というのも楽しみですよね、はい、コーチの CP とはかなり長い間チームメイトだった中になりますから。そしてあと今日ですね、まあ、ダム1の強さというのがまた一つ見えたと思うんですが、そこに対して非常にいい試合をしたローグと、今日とてつもない勝ち方をした JD ゲーミング、ここどうなるのか。ちょっと確かにここが一番予想しづらいですね、どちらが勝つのか。ダム1基準で見たときに分かりづらいですよね。分かりづらいです。で JD ゲーミングが負けてはしまいましたが、そのレベル1の部分がちょっとあったので、あれがなければどうなったか分かりませんから。いやそうなんですよね、中盤のところではかなり盛り返してましたし、まあ、それを最終的にはダム1が力で抑えつけたっていうゲームだっただけに、序盤のあの差がなければどうなっていたかっていうのも気になりますよね。そして一番最後にはグループ D のまあ1位争いなのかなと。いやそうなんですよ、これ最後が一番熱いんですよ、間違いなく、はい、基本的にはワールズこういったのでこれね全部喋れちゃうんで、そのこの辺りでやめておきましょうか。明日はすごいですね。すごいですねこれは、まあ、やっぱりグループステージ始まってこう力関係が見えてきたからこそ、じゃあこことここどっちが強いんだみたいな、面白くなってきましたね。さあこちらも、明日デイ3 17時より、お伝え、お送りいたしますので、明日もぜひ、皆さんお見逃しなくとなっております。さあそれでは本日も、長時間ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それではまた明日の17時にお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。